こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。オウリュウ、東流潜水艦からリチウムイオン電池が搭載され、話題となっている。そのオウリュウ潜水艦と東流潜水艦でも、リチウムイオン電池の性能は大きく向上している。リチウムイオン電池は今まさに開発が盛んとなり、薄型など充電時間も以前よりも短い時間で充電できるように開発が進んできている。スターリングエンジンを今まではすごい発明とされていた機関送流型潜水艦が、すべて AIP はスターリングエンジンとディーゼルエンジン、鉛蓄電池となるはずだったが、新たな開発でできたリチウムイオン電池の性能の方が飛躍種に伸びていて、スターリングエンジンはそのままの状況に、やはり時代とともに性能を伸ばすには時として変更も必要。2018年の8月、海上自衛隊が南シナ海における実戦形式の訓練を実施したことが報じられ、それ以前にも同海域での訓練を15年以上前から行っていたことも判明した。これは南シナ海への圧力を高めている中国海軍への牽制の意味合いからあえて公表されたものと考えられるが、15年も前に同海域に潜水艦が進出していたことに驚きの声が聞かれた。2018年の件では海上自衛隊の潜水艦黒潮が、護衛艦加賀、稲妻、鈴月との間で実戦形式の対潜哨戒訓練を実施したとされ、高度な秘匿性が注目を浴びた。なぜなら黒潮は親潮型潜水艦の7番艦で、2002年に進水した艦であり、機関にはディーゼルエンジン2機と鉛蓄電池を搭載しているだけの古い型と言えるためだ。親潮型の次級となった送流型では、10番艦までが機関にディーゼルエンジン、スターリングエンジン、鉛蓄電池の3本立てを採用する進化を見せた。さらに、送流型11番艦のオウリュウからは、ディーゼルエンジンとリチウムイオン電池による2本立て2回帰、スターリングエンジンを廃止することに成功している。つまり、最新型のオウリュウ等から見れば、黒潮は2世代前の機関の旧式艦と言えるわけだが、この艦でも南シナ海での訓練をできていたことが驚きを呼んだ最大の理由だ。そもそも黒潮のディーゼルエンジンと鉛蓄電池の機関とは、第一次世界大戦で潜水艦が実用化されて以後、通常動力型潜水艦の基本として用いられてきたパッケージといえる。アメリカなどではコストは高額なのものの、燃料補給の手間が不要な原子力推進に全ての潜水艦を切り替えているが、諸事情で通常動力型を選択せざるを得ないのが海上自衛隊だ。そこで少しでも連続航行時間の増大を機として採用されたのが、送流型10番艦までのディーゼルエンジン、スターリングエンジン、鉛蓄電池の3機関搭載型だった。スターリングエンジンは非待機依存型の機関として、連続航行時の貴重な動力として用いられてきた仕組みだが、大きさの割に出力が低いという問題点を抱えていた。それでも
鉛蓄電池の性能を補完するため、基幹システムの複雑化を推して採用されていたものだが、リチウムイオン電池を蓄電池に用いることが可能になったことで、役目を終えたものだ。リチウムイオン電池が従来の鉛蓄電池に比べ、容量、出力ともに倍増以上の性能を実現したことで可能となったものであり、いわば黒潮型のシンプルな構成に回帰したとも言える。もちろん、横流型の正確な連続航行距離や速度は、海上自衛隊の防衛機密としてつまびらかにはなっていないが、大幅な行動範囲の延伸が実現されたと見られている。話を戻せば進化した横流。どころか、その前の双流型よりも旧式な黒潮が、南シナ海での作戦行動を行った点が中国に与えた抑止効果は絶大だろう。数的にも質的にも着実に増強を続ける中国海軍に対し、彼の国の原子力潜水艦が尖閣諸島の近海において浮上し、国旗を掲揚した事案と比較しても、その秘匿性の高さが伺える。そもそも、現代の潜水艦は、母港を出撃した時点から、敵勢力の索敵下に置かれており、日本側は、静粛性に難のある中国の潜水艦を艦ごとに、識別して追尾していると言われているのだ。この話の信憑性をまさに証明してみせたことこそが、海上自衛隊の、ひいては日本の生命線とも言える潜水艦の実力を物語るものであり、中国海軍を牽制する最大の手段と言えるだろう。一説には、横流以後の艦は、それまでスターリング機関に、占有されていたスペースにもリチウムイオン電池を、積載できることで、約2週間もの連続潜航が可能とされている。これにより、原子力潜水艦と互角とまではいかなくとも、従来の艦に比して、格段に、戦術の幅が増し、待ち伏せ以外の用途、広い海域に敵の索敵範囲を分散させる効果を生むとみられている。今後、さらに蓄電池の性能が向上すれば、その分、行動範囲や潜航中の速度にもプラスとなり、ますます原子力潜水艦との性能差を縮めることにも期待ができそうだ。戦術的な攻撃型潜水艦という種別において、通常動力型としては間違いなく世界でも、有数の性能を誇るものといえるリチウムイオン電池搭載の、海上自衛隊の潜水艦たち、すでに無人の潜水艦も実用化が噂されるように、今後の技術の進歩は、果てしなく人的リソースの省力化に向かうと考えられる。そうした中でも推進機関としての電池技術は、ますます重要性を帯びる分野となり、潜水艦の在り方すらも一変させていくのかもしれない。かつての戦艦が航空機の発展、進化で、無用の長物と化してしまったように、今後大型の水上艦艇は、その座を奪われていく道をたどる可能性も大きそうだ。